マネージャー君、今日はお疲れ様。今日の打ち合わせ元気がありませんでしたけど大丈夫ですか？ん？大丈夫大丈夫、ただ緊張しただけよ。あんなにすごいスタッフさんたちとの仕事なんて初めてだから。本当にただ緊張していただけなんですよね。どういう意味？打ち合わせの前から元気がなかったような気がして。もしかして何か悩み事があるんじゃないですか？違うと言えば嘘になるかな。教えてください、何を悩んでるのか。大丈夫、君に心配はかけたくないしね。わからない方がもっと心配です。打ち合わせの進め方に不安があるなら俺が。そういうんじゃないの、私の気持ちの問題だから。いつもなら何かあったらすぐ相談してくれるのに、俺には言えない悩みなんだろうか。あ、バス来たよ、帰ろう。気になるな。じゃあさくらちゃんに任せた MV 撮影は順調に進んでるんだね。アイディアが全没を食らって大変でしたが、いい MV ができそうですよ。期待していてください。うん、楽しみにしてる。私も頑張らないとね。春子さんの悩みを聞き出すきっかけが見つからないまま時間だけが過ぎていく。大丈夫？君ぼーっとしてる。ねえ、あのさ、ちょっと気分転換に出かけない？夜の散歩、二人で行ってみようよ。こんな時間によく入れてもらえたね。ネクストビーナスグランプリの会場に行きたいなんてどうしたんです？私にとってここは特別な場所なんだ。そうですね、このグランプリで優勝して俺たちは目が回るほど忙しくなりました。うん、毎日がすっごく早く進んだよ。いろんな経験をさせてもらえて楽しかった。私ね、どうしてもグランプリの決勝に出たかったんだ。マナちゃんが立てなかったステージじゃない？琴乃ちゃんほどじゃないけど、私にもこだわりがあったの。君の次にアイドル永瀬マナを見ていたのは私だから。春子さん。もっとも私はずっとマナちゃんの背中ばかり見てたって感じかな。私はマナちゃんと違って自分に自信がなくて、途中でアイドルをやめようかなって考えたり、ずっと心が揺らいでた。ダメだよね、芸能界は厳しい世界だから不安になるのは当然です。でも春子さんは人気アイドルになれました。本当にそうなのかな。今日の打ち合わせで一流のスタッフさんたちを前にして、私はまた気持ちがフラフラしちゃったんだ。私よりこの場所に立つ資格のある子たちが他にいるんじゃないかなって。さくらちゃんたちがいるからステージに立ててるだけで、本当はもっとふさわしい人がいるのかもしれない。どうしてそんな話をするんですか？さっきからずっと私のことを心配してくれてたでしょ。だから君には私の決断をちゃんと伝えておこうと思うんだ。嫌な予感がする。もしかして春子さんは？あのね、私決めたの。まさかアイドルやめるつもりなんですか？